よう、今日は酒場じゃないんだな。考え事か？まあな、一発当てたし、今後どうするか含めていろいろとな。この辺りは遺跡も結構多いし、割とザクザク当てられるような気がするんだよ。まあ、あの時ほどの大物はなかなかお目にかかれないだろうけどさ、いい加減落ち着いてもいいかもしれねえな。この町に住むつもりなのか？なんか似合わないな。たく、ひでえこと言いやがるね。俺みたいなのはずっと寝なし草でいろってか？そういうことじゃないけど、あんたはずっとお宝とか追いかけて走ってそうな感じだったし。そうだけどさ、俺だってたまには本気で金の使い道を考えちゃうわけだよ。思い切って気球でも買うかとか、この町に大豪邸でも建ててやろうかとか、女の子を雇って酒場でも始めるかとかさ。なんだ、何をするのか決めてないのか。てっきり内緒で何か準備でもしてるんだと思ってたよ。それなんだがよ、実は金の使い道本当に決めてねえんだわ。嘘だろ、女に節約までしてたのに。俺の生まれた村はひってえ貧乏な村でよ、凶作なんかが続いた年なんてひどかったぜ。で、俺はなんとか手に入れたパン一個持って村を逃げ出したんだな。なんだよ急に。本当の話か？はは、結構マジだぜ。そっからは必死さ、山にこもって動物を飼って犬みたいに生きてたよ。ある日、ついに腹が減って動けなくなっちまったんだ。そしたらよ、通りかかったおっさんが俺に飯を分けてくれたんだ。それがトレジャーハンターの師匠との出会いさ。お宝探しの楽しさとか全部その人から教わったんだぜ。なるほど、それがあんたの原点なのか。俺は大金持ちになって絶対に故郷の連中を見返してやるって師匠に言ったんだ。そしたら師匠にぶん殴られたよ。トレジャーハンターのくせに夢のないこと言ってんじゃねえよってな。そして一人前になって大金を手に入れたら夢を変えって教えられたわけだ。それ以来俺は夢を探してる。思わず買いたくなっちまうようなでっかい夢をな。その夢がこの町に大豪邸を建てたりすることなのか？それぐらいしか今は思いつかねえんだ。でもよ、俺っちに似合うと思うかい？似合わないんじゃないか？だろう？そう言ってくれるって信じてたぜ、相棒。まあ、お宝を探してれば何か思いつくだろう。まだまだ俺っちは夢を探し続けるぜ。狙うのはでっかいお宝にでっかい夢だ。そうだな、見つかるといいな、そのでっかい夢ってやつ。おうよ、冒険の旅は終わっちゃいねえ。